こんにちは、風道でございます。はい、皆さんこんにちは、風道でございます。暑いですはい、というわけで今回の動画なんですけどもね、まあ見ての通りバイクガレージコンテナっていうんですかね、バイクコンテナのね、2度目の再契約ということで、ちょうどスーパーベローチェ伯爵を買った2年前にね、まあ別の場所なんですけど、こういったバイクガレージコンテナっていうんですかね、それを借りまして、まあ1年ぐらい借りたかな。でそこの家賃が1万2000円ぐらいで借りてまして、まあどうせ1万2000円払うんだったらね、あの子が結構入退院を繰り返す虚弱体質なもんで、あまり乗れない期間も多かったんでね、まあ、バイクコンテナを持っててもあれかなっていうのもあって、その1万2000円でローンを組んで、まあ二度ぼちゃんも買ったわけですよ。ところがどっこいね、今年に入ってこの2023年良くないですね。はい、風邪で1月にぶっ倒れまして、修理費8万5000円、次の月に風邪でぶっ倒れまして修理費7万円っていうね、ところで、まあ今はちょっと違う場所に停めてるんですけど、うちの今ね、家の下が止められなくなっちゃって、バイクね、あの外壁の塗装工事が入っちゃって、なんでちょっと今ニダボちゃんをね、他のところに移動してるんですよ。まあこれもそうなんですけど、そうするとね、今度盗難とかね、またそこも風で倒れる可能性もあるんで、いやこれはね、やっぱ借りなきゃダメだろうということでね、今回ちょっと家の近くかな、まあ1キロ圏内ぐらいのところにあったんでね、ちょうど空きがあったんで借りる運びとなりました。でね、まずこの室内なんですけど、横がね 1.2 の、奥行きが 2.7 なんで、結構ね前回のところよりゆったりしてるんですよね。でスロープも結構長めなんですけど、外がね砂利なんで、まあ、雨上がりとかはちょっとね注意しなきゃいけないかなっていうところで、まずね内装その他いろいろ見ていこうかなと思います。しょうがない。はい、というわけでまず室内内装のところからいきましょう。まあヘルメットとかこのね、いろいろ整備の道具とか置けるような、これはねやっぱりバイクコンテナ専用のね、ありがたい設備というかね、そういったものになってますね。で、まあ、空気穴もあるんで、まあ、湿気とかね、夏場の、まあ、夏場やっぱりコンテナの中すっごい暑くなるんで、熱気を逃がすのにもいいんじゃないですかね。まあ、上は断熱材は張ってなさそうなんでね、まあ、灼熱の真夏、伯爵にこのサウナ状態耐えてもらいましょうか。まあ、あと前回のところはね、この横に棒があって地球ロックでねできたんですけど、今回はそれがなくてね、まあ、こういったものがあるんですけど、これちょっと、あ、ダメだ、完全にこれペンキでくっついてるわ。おなんでこういったものでなんかやれればいいんでしょうけど、まあ、こんなのまあ気休めでしょうね。あと虫さんがちょっとお亡くなりになってますね。あ、この灼熱にやられたのかな、ちょっとなんかかわいそうなんで、これ自然に返してあげないとダメですから。よいしょ。はい、でまあ 外見がこんな感じですね。うん、結構でかい。でまだね設置して間もないらしいんで、まあ新築ですね。これ4つあるんですけどね、一番左をチョイスしました。うん、こんな感じでゆったりしてます。まあさすがにね電源とかはないんで充電とかはできないんですけど、いい感じじゃないでしょうかね。いや、しかし暑いね今度はね。じゃあ早速ね、こうどうやって入れるのかっていうのをねちょっと見ていきましょうか。でね、すごく入れやすいですね。うん、あ、こんな感じ、誰でも入れられると思います。首が痛いです、うん、でバイク寝かしても結構ゆったりしてるんで、これはいいんじゃないでしょうかね。はい、ってな感じで、まあ、バイクを入れるじゃないですか。そうするとね、このスロープがこう起き上がるわけですよ。こんな感じで、こ
ここでまず一つロックがかけられますね。まあここロックしたとこでね、ここバチってやられたら終わりですけど、まあこんな感じですね。でこの重たい、すっごいね、なんかのでかい銀行の倉庫みたいですけどこうやって閉めて、これをガチャッとやってこうやると、まあここに1箇所、その気になればね、ここにも1箇所、計外側で2箇所つけられますね。はい、そういった感じでね、バイクコンテナ契約しました。すぐね、真裏が大家さんの家なんで、ここでね、なんかガリ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 ね、ウィーとかやってるとすぐ気づくんでね、防犯性もそこそこ高いんじゃないでしょうかね。なんかこの間ね、ここ契約するときにね、ここの会社のレンタル会社さんに聞いたんですけど、こういった倉庫ってね、この上にこういった穴があるんですよ。あそこの穴にね、ワイヤー引っ掛けてね、コンテナごと持ってっちゃうっていう被害も結構あるらしくてね、まあそういった面からもね、今回のこのバイクコンテナはね、その対策として上にね、引っ掛ける穴は作ってないそうです。はい、なんで結構ね、防犯性も高いんでいいんじゃないでしょうか。ただこれ開けてこれ下ろすときね、ちょっと重いっすね。ちょっとこのサスペンションはちょっとね、どこのかわからない安物のサスペンションなんで、ちょっと重いんで首に負担かかりますけど、はい、まあそんな感じで、まあ、前回のねコンテナも1万2000円ぐらいだったんですけど、まあいいタイミングで借りてね、なんかのキャンペーンを適用して半年間家賃半額みたいな感じだったんですけどね、今回まあ、なんかちょこっとしたキャンペーンはありましたけど、家賃1ヶ月無料とかね、なんかそんな感じのはありましたけど、まあ月1万2000円でまた借りることになりました。まあ安いのか高いのか、まあ2ダボ2ヶ月で修理約ね19万弱かかってることを考えるとね、まあ1個か借りといた方がいいかなっていう感じなんですけど、2ダボのために借りたコンテナ、いつの間にか伯爵が入ってるってね、まあ、やっぱりね、優先順位を考えるとね、どうしてもこうなっちゃいますよね。こっちに何かあってからでもね、ちょっと困るんで、まあそういったことでね、まあ、一応とりあえず1個押さえてます。で4畳半4畳4畳新庄、はい、まあその4畳のところだとね、バイク2つ入るらしいんですよ。でそこだと1ヶ月1万2000円なんで、まあこういったところを2つ借りるよりもね、安くて、皆さんそうしている方多いですよってね、2台持ちの方もね、そういうことらしいんですけど、今ねここの場所の4畳新庄が空いてなくて、まあ、一応空いたら連絡をいただくっていうことで、もしかしたらちょっと分かんないですけど、空いたらね一回これ入れてみて合わせてみようかなと思うんですけど、結構ね、新庄の方は4畳の方はスロープがないんでね、自分で用意しなきゃいけないんで、まあ、そういったのもあるんでね、まあ、ちょっと先の話になるかと思いますけど、とりあえず一つ借りてます。はい、そんな感じで、まあ二田部ちゃんの方は結局どうするんだって話なんですけどね、根本的な解決になってないわけで、はい、これしょうがないっていうことで、まあ、もしあれだったらこれもう乗りかけた船でもう一個借りちゃいますか。これ2つで年間25、6万ダメだ